特に外出を控えるよう呼びかけた週末を迎えました。函館市では本当人通りが止まらないから寂しいし、どこまで続くのかなんか不安ですよね。札幌の街中では今日と明日を臨時休業にした店舗が相次ぎました。ソリを引いて速さを競う帯広市の万栄競馬では今日から観客を入れずにレースを実施。幕別町のスキー場は雪不足のため今月1日に営業を始めたばかりですが、緊急事態宣言を受けて今日で今シーズンの営業を取りやめました。釧路市のスーパーでは日持ちする商品を買い求める人も見られました。外食とかそういうものには行かないですけど、必要なものは買いに出ますよね。まあ、できるだけ外出控える感じで買いましたね。緊急事態宣言出たからってなん別にね、急に買いだめするようなことはしないです。